ハイプレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥーダイというわけでやっていきましょう。前回、フェラルコード。そして皆様、動画見に来てください。ありがとうございました。動画ライブライブじゃねえんだよな、あれな。プレミアム公開ですね。そして、スーパーチャット、たくさんのスーパーチャットありがとうございます。本当に。本当に、大切に使わせていただきます。というわけで、これが、フェラルフォード後の様子でございます。ここのコンクリートが2箇所、3箇所、穴が開いて壊れてしまいました。あとは、はい、はまった。こっちの裏にあったコンクリート、全部ぶっ壊されました。強度が弱いとゾンビがたかってくるようです。これはもう、確定事項で良さそう。多分。あれ?でもなんか違うの。こっちも強度弱いはずなのに。これ邪魔。とりあえず、リペアしとるか。リペアして、埋めよう。あ、ちょ、待って。俺、今回ね、ちょっと試したいことがあるんだよ。どうするんだっけ?どうするんだっけ?何試したかい?次のフェラルフォードで、この光のやつ本当に意味あるのかっていうのを検証したいんだよね。光のやつというか、この仕組みに集まってるのか、単純にもうゾンビがこの距離になんかをわしゃわしゃ集まるだけなのかっていうの。あとは、ここのゾンビたちをもうちょいまとめ上げたいよね。でもここさ、多分さ、斜面にしたらさ、ゾンビここ来ねえんだよな。来るかな。来るかな。来るかな。とりあえずこっちの強化が先かな。まあ。とりあえずこの戦利品を持ち帰って、ついでに、あれ取ってきましょう。ワイヤーじゃない。何でしたっけ?棒みたいなやつの塊。出てこね。バー?アイアンバー?合ってる?あ、違う気がするけど。まあ、それを取りに行きましょう。で、コメントでこっちの下に、チェスト置けばいいんじゃないかというのはあったんですけど、悪くない気がしなくもないけども、やめましょう。ここにチェストを置くという考え方はやめましょう。もうね、ここは、なくなる可能性があるものと考えといて、貴重品は置かない。それで行きましょう。まあ、あの警察官の流れ玉、どこに飛んでっかわかんないし。で、あと、フェラルフォード中、あそこ、開通するわけにはいかないのでね。ショットヘルメットいらないよね。いらないよね。繋げちゃったら、ゾンビの方が流れ込んでくるんで、そっち経由で。それは困ると。これいらないよね。いらない。これ曲げる。これダメ。これリペアしてあげようか。これリペアしてあげるわ。700、いいね。で、鉄買えばっていうコメントもあったけど、買う金は余裕ないです。ないです。トレーダーをいっぱいいるのは、もうこのレシピを見れればいいなぐらいでしかないので、あとは四駆の材料とか、乗り物の材料を買いたかったっていうのがあったんだけども、まあそれは無事達成できたのでね、よかった。とりあえず一回帰ってばーら、あれ?あ、もっと遠くね。安全な場所に避難させてたからね、これね。あれを取りましょう。名前が出てこないアイアンバーを。で、次回のフェラルフォードどうすっかな。もうちょいなんだよな。警察官を。とりあえず次の目標は警察官をスムーズに倒す。これに尽きるな。警察官がぷよぷよみたいに連鎖してたからね。やばいよ。全消しできればいいんだけど。警察官使って全消ししちゃうとね、俺に経験値が入らないっていう。そう、コメントで、あ、
いや、見れないわ。670体倒した計算になりましたね。やばいね。670やばいね。670って1000の半分超えてるよ。間違ってないけども。まあ、670はどう考えても670ですよね。倒したらしいです。だからやっぱり本当にね、火炎瓶一本を効率よく、いかに効率よく火炎瓶を使えるかっていうことになるんだよ。ってことはやっぱり、もうちょいランプをつけるしかないのかな。ランプというか、このチップというか。これでもうちょいね、スムーズにゾンビを落とせるようにするか、もしくは、なんていうの?なんだっけ、くるくる回るやつ、ゾンビが、あの状態をマスターするかのどっちかだよね。できればそのマスターする方にしたいんだよな。っていうのもあれうまくやればね、俺今の拠点じゃなくても生かせると思うんだよね。っていうことは無敵じゃなくてもいいっていう。あ、そうだ、俺次の実験あったんだよ。次ね、ちょっとね、手前の壁をちょっとコンクリートでコーティングしようと思います。それによって何が起きるかというと、手前の壁がゾンビの破壊可能な壁になるんですよ。挙動がどう変わるか見てみたいっすよね。で、その次に、それを踏まえた上で、何?それを踏まえた上で、ちょっと待って。これ作らせて、それを踏まえた上で、いよいよゾンビとの大戦争ですよ。トレーダーを卒業しての大戦争ですよ。本当にできんのかって思うけどね。正直自信なさすぎだけども、まあどうなるかやってみないとわからないっていう。まあそれもこれも次回のフェラルフォードの様子次第ですね。いや、弾少ねえな、マジ。で、そうだ、コメントでね、なんだっけ、スナイパー AP 弾と使い分けないといけないよっていう方いらっしゃいました。私、一応、この AK に普通の通常弾、このスナイパーに AP 弾っていう形で使ってたんですよ。それで、ハゲタカも対応してたつもりです。けど、もう武器切り替えなんてする余裕なかったんで、多分適当に弾を撃ってた気がする。ちょっと気になった方がいらっしゃいましたら、ハゲタカをどっちの弾で撃ってたか見ていただければ。右下の弾、この8発、違うな、この真ん中のこっちだね。こっち見た方が分かりやすいね、どっちを選択してるか。多分この覗いてる状態になっちゃってるか分かりにくいか、どっち使ってるか。もうサイト一緒だもんね。サイトも倍率も一緒なんで、この銃。どっち使ってるか分からないかもしれないけども。そうだよね。サイトも倍率も一緒だよね。一緒ですね。一応、私の中では、使い分けれてたつもり。あれ?ちょっと待って。ん?俺前作らなかったっけ?あれれ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 。レレ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 
鉄経由だとね、スチールまで早く行けるっていうのもあったな。でも鉄経由の鉄がないっていう。鉄も向こうに掘りに行くしかないもん。あ、これか。コンクリートありますよ。300で足りると思う？あのコンクリート一面カバーすんの。絶対足りないよね。足りないよね。これちょっと持ってこっかな。倍率下げるわけにはいかんもんな。ハゲタカ狙うんだから。今何スコがついてるの？ 4 スコ？ 8 スコ？ 4 倍スコープだね。8スコにする？それでもきついと思うな。セメント。
鉄やっぱ少ね。ダメや。こっちは？こっちセメントじゃない？もしかして。こっちもセメントだね。あら。よいしょ。素晴らしい。よし、撤収するか。330400。深さがあれは6マス以上あるよね。多分6マスはあると思う。6マスの10で60マス、30ぐらいはある。多分あそこのトレーダーこっち崩壊したか、距離がわからんな。これでもないか、こっちか。これで10、20、30、10、20、30、40、50ぐらいある。5、6、30の300マス？そんなもんか。そんなもんか。そして、これが目に入らぬかが目に入らない。ん？なんでこっち粘土層が出てくんのよ。やばくね、これ。この粘土層。なんなの？なくなったブロックアップデートで。こっちも粘土層がある。こっちも粘土層がある。え、ジャックオーランタンがある。え。ちょっと待って。こうやって。いや、ジャックオーランタンないよな。やっぱこっちにジャックオーランタンがあるんだ。謎ですね。ちょっと怖いですね、こういう挙動は。将来的に何が巻き起こるっていうか、起きるかわからない。で、俺が見る限りどう頑張ってもアイアンバーあった。これよ、これ。何これ、これ、格子って読む。面格子って読む。はぁ。そういえば、チーチーさんのアップデートじゃない、なんだっけ。パッチ？モッド？翻訳モッド？がいいのは知ってるんですけど、私は、あえて、これを追ってきます。私はね、あえてこれを追い続けます。いつの日かチーチーさんの方に追いつくように。どうなるか。現行では間違いなくチーチーさんのモッドの方が日本語わかりやすいと思います。多分皆さんが言うんで間違いないでしょう。コンクリート持った、ミックス持った、オッケー。あ、そうだ、コンクリートで思い出した。そう、コンクリートね、水で固まるっていうの。そうだね。そうだね、俺ね、無駄になんか、今年かな。今年だな。なんか、コンクリートについて調べてる時期があって、なぜかは知らんけど、気になったらなんとなく調べる人なんて。そうだね。水と化学反応して固まるらしいです、コンクリート。完全に忘れてた。何のために調べたんやって。なんで、乾燥したら、弱くなる、脆くなるって言ってたコメントで、そう。だから本当、本来ならば、夏の暑い時期とか、乾燥する時期は、水養生つって水を撒き続けたり、さらになんかね、布なのかな、布かまあシートかかけて水の蒸発を防ぐみたいな、そういうこともやるそうです。ちゃんとした施工会社はね。なんで俺がそれを調べてたか知らないんだけど、なんだかね、コンクリートについて調べてたのかな。コンクリート
セメント、コンクリート、なんだっけ？え、なんだっけな、出てこねえな。なんかね、なんか、砂利が入ってる入ってないで名前が違うっていうのはきっかけで気が向いて調べてた気がするんだよね。セメント、コンクリート、砂利なんだっけ？なんだったっけな？完全に調べた意味なくなってるな。なんか無駄にね、俺ね、あ、コンクリートの、なんて言うんだろう、硬さの動画まで見てたもん。検査の。なんかね、カップみたいなのにコンクリートを入れて、引き抜き試験とか言って、引き抜いて、それが、例えばホットケーキあるじゃん。ホットケーキミックス垂らしたら、じゅわーって広がっていくじゃないですか。その広がっていくやつの径を測って、コンクリートの、なんて言うんだろう、強度ではないんだけども、コンクリートの硬さ？粘土みたいな硬さだね。を測るみたいな。それの試験の講習動画をなぜか見てた。俺は何になろうとしてるんだっていう。なんでそんな動画見てたんだろうな。で、そのコンクリートに混ぜる砂利のね、大きさによって強度が違うみたいな。強度が違うし、なんて言うんだろう、流し込み度も違うよみたいな。まあ、当たり前なんだけどね。で、あと打折するときに振動を加えて空気を抜く、え？なんだったん今の。空気を抜くやつがあるんだけども、それをやりすぎると下に砂利が集まるみたいな。なんか無駄に勉強してたわ。だってあれやればさ、めっちゃきめ細かいコンクリートできるんじゃねって思ったわけよ。だって壁、コンクリートの壁ってなんか空気のプツプツ開いててさ、ちょ、なんかしょぼいんだよ。このコンクリート綺麗じゃない？この表面。実際のコンクリートの壁こんなんじゃなくて、空気の穴プツ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 開いててさ、もっと綺麗に空気抜けばええやんって思ったんだよ。空気抜いたら下に砂利が集まるからダメっていうことが分かった。空気抜くっていうか、あれやりすぎると。限度があるんだなっていう。ちなみに沖縄のコンクリート、沖縄の家コンクリート住宅なんですけど、大部分が戦後直後に作ったコンクリートの家は、砂利の代わりに海の砂使っちゃってて、鉄筋が錆びてます。鉄筋錆びてめちゃくちゃ脆くなってるんで、古すぎる家を沖縄で買おうなんて思ってる方がいたら気をつけてください。鉄筋が錆びて膨張してコンクリートがボロって剥げ落ちてきます。よく見る光景です、沖縄の家で。よくある古い家で。それでもまあコンクリート住宅として建ってるからね。あんだけ重たい塊があるから台風は耐えてるっぽいよ。でもまあ剥げてくるということで。だからね、どうなんだろうな、内地のコンクリート住宅ってどうなんですかね。そういうこと起きないのかな、ちゃんと海の砂とか使ってなければ。それ知りたいな、もし詳しい方がいらっしゃいましたら。だからね、市役所とかも剥げてきてたりする、落ちてくるから危ないっつってネットかけてたり、
または、なんて言うんだろう、ネットかけてたり、立ち入り禁止にしてたり、その降ってくるところ下頑張ってたりします。なんで俺はコンクリート検索してたのかは、それ謎だな。検索じゃなくて勉強してたのが謎だな。何か作りたいとでも思ったのかな、コンクリートで。そう、ただ忘れちゃった、あのコンクリート、砂利が入ってるコンクリートと入ってないコンクリートの違いをぜひ教えてください。呼び方が違うっていうのをまでは覚えてるけど、その呼び方、肝心の呼び方を忘れました。なんだったっけな、セメント、うーん違うな。これだったら警察官やれるよね。いけるでしょ。いけるよね、これ。もう一個前までやっとくか。待って、火炎瓶今度通らなくなるか。火炎瓶投げるならここと、ここだよね。やっちゃうか。もう一マス詰めてさ。いやー、きついな。きついな。これをこっちに作りてえよな。そしたら多分ね、いい感じにゾンビ祭り起きると思うんだよ。ただゾンビ祭り起きるけども、警察官ここで爆発するとこいつらにまで被害がいっちゃうからちょっと問題だよね。それはダメだな。ここに集まるゾンビの挙動が読めてないからわかんないね。まあ、次回はフェラルホードここで戦ってみて、ここのブロック、破壊家のブロックですので、今までのゾンビと違って、ここを殴りに来る可能性があるよね、こいつらが。ここのゾンビたちが。基本的にこの壁登ろうとするとは思うんだけども、下に結構集まる可能性があると。それどうするかだな。うん。どうしよう。ここはもうこのままでいっか。そうだよね。ここに警察官が張り付くわけよ。もうこれは確定事項なんだよ。この網があっても多分警察官来るよね。ってことで、ここで警察官が爆発するから、このブロックたちの周辺、まさにここら辺はもう、被害確定エリアなんだよね、警察官の。巻き込みエリアで。なんで他のゾンビここに集まるんだ？これ俺がもうちょい前に寄ったらこっちに来るかな。ちょっとこの仕組みの可能性があるから、この仕組みの可能性にかけてこっちにこの同じパターン作ってみましょうかね。ランタンまだあまりあったかな。ちょっとそれやってみましょう。そしたら次、このここに集まってるゾンビこっちに集まってくれて、さらに壁登るゾンビもこっちに集まるから、全部ここにまとめれる可能性があると。それでいて警察官は向こうに行くっていうパーフェクトな流れになる可能性があるので、それに期待してやりましょう。とあとはちょっと鉄掘りに行かないといけないですね、向こう側に。どこだっけ、なんかすげえ白い白飛びしてる気がする。どこだっけ、ここら辺、ここに鉄って書いてるのがあるでしょ、俺。ここか。あ、白飛びしててアイコンが見えねえ。これか。これだ、鉄っていう。これがあるんで。車でどっかここら辺ぶつかってたけども、その、なんて言うんだろう。変な場所に穴開けるの嫌だからもう。変な場所に開けないで済むように。もうやっときましょう。
うーわ、マジか。マジか、それ。こうするしかないね。そして隣強化しとこうか。よいしょ。ってことはこっちも一緒かな。とあとコメントハゲワシさんでかいっすよ。でかかったよね。でかかった。でかかった。一列に並んだ時 AP 弾の出番だったので、多分あれですよね。あの下に降りた時ですよね。最後のお祭り始まった時、お祭り本番が始まった時ですよね。その時はもう私は下に降りてるという時点で低コスト路線に行ってたんで、弾を撃つなんて考えてなかったっす。遠距離が来る以外、遠距離が来ない限り弾を撃とうなんて思ってなかったっすね。確かにちょっと縦一列にして AP 弾かますっていうのは悪くなかった気がする。AP 弾俺あれなんだよね、貫通力今何体まで、2体まで貫通できるから、追加で2体だから、下手したらどれだっけ、3体貫通できるかもしんない。ってことで4体にヒットできるかも、もしかしたらね。でコメントやべえ、ライブの時のコメントどれだっけ、なんかスキル2つ確認してっていうのがあった気がする。見たら思い出すかな。いやー、録画前に直前チェックする予定だったのに忘れて録画開始しちゃったから。なんかね、これか、ちょま夜の動画でっつったから、もうそれに逃げよう逃げよう。これかな、名手かな、ライフル、素晴らしいライフルをクラフトし、乱れ口、ライフルのダメージが一応上がるね。ああ、これ連続ヒットしてちょっとずつ上がっていくんだよな。微妙なんだよね、連続ヒットって。あ、手榴弾のダメージ上がる、これかな。解体専門家これだった気がする。これ火炎瓶って書いてないよね。多分爆発物だけだよね、手榴弾とかの。手榴弾兵見習いです。爆発物は気をつけて取り扱ってください。 10% ダメージ、 15% リロード速度、 10% 照準速度、 50% の確率で敵を気絶、 5% の確率で切断。パイプ爆弾のクラフトをアンロック、ダイナマイトのクラフトをアンロック。そうだね、ロケラン、傷時間が長くなる、次元爆弾と接触、あ、コンタクトグレネードですね。あのぶつかった瞬間に起爆するグレネードを作れるようになると。まあどうだよね、これは。とりあえずは貫通者マックスまで取りましょう。取れるんじゃね、今取れるよ。1ポイントだよ、しかもお安い。追加で3カーソルを受けたら、アーマー 35% 無視。マークスマンライフルを使用時、アーマー貫通弾が、あ、貫通弾、それだ、忘れてた。貫通弾が追加のターゲット3体または最大1000のヒットポイントのブロックを貫通することができますと。ね。で、問題はですよ。コメントであったやつ。ブロックダメージ大丈夫ですかって。一応9ってなってますね、スナイパーは。で、ゾンビがいないとダメだな。これいくつだっけ、ダメ HP これ5000。なんて書いてあった今、5000って書いてなかった今。1000ですわ、嘘ついた。1000ポイントのブロックを貫通することができますって書いてるんだよ。試しにさ、どうなるのか試してみようよ。ブロック、1000ポイントのブロックを貫通してしまうのか、貫通っていうかぶっ壊して通ってしまうのか、もしくは裏のブロックに当てることができるのかっていうね。
よし。なんで、これが225の壁です。もう一段階やるか。225なんかーい、強化しても。もう一段階いくか。あ、コボルだって。コボル持っとらんわ。作れないよね。粘土がない。粘土あっちにいっぱいあるな。入ってたら考える。入ってない。このまま行きましょう。どうせなんでもう一枚やるか。よし。行きましょう。通常弾。まあ貫通しないですよね。AP 弾でもないですし。これが、40ぐらい入ってるダメージ。だいたいそんなもんでしょうと。次、AP 弾いきます。あ、ブロックにダメージ入るね。これいくら入ってる？ちょ、俺、足し算ができないです。50入ってるかな、ダメージ。そしてこれ0で、これに、これちょっと問題かもしんないな。だいぶダメージ入ったね。75しか残ってないよ。30足して100。105。100。150ぐらいダメージ入ってる？合ってる？合ってるよね。150ぐらい入ってますね。ちょ、マジで言ってんの？それ。地味にやばくね？逆に繋がってた場合どうなるか。ちょ待って、どうなったこれ。ちょ待って待って、わけがわからん。もうこれぐらいやろう。なんで今 AP 弾が1貫通で追加で3枚貫通って書いてあるんで、確か1貫通でターゲットを貫通しました、ヒットします。で、追加で今、2枚貫通って書いてるんで、1枚、2枚貫通でこいつにダメージが入る可能性があるってことだね。さあやってみよう。いろいろ。全部リペアされてる？ OK ですね。さて、ストレートで、いきます。絶対当たるね。おっと、謎だね。175で一緒なんだか、ちょっと謎ですね。ここ一枚抜きましょう。さて火力はどうなるの。うん、75。よう分からんな。これでいってみよう。今回ダメージが入ってない。貫通しなかったということでよろしいか。なるほど。っていうことはですよ、この説明見た限り750ポイントのブロックを貫通することができますって書いてあるんですよ。ってことは2、4、6、8、これまで貫通しようがないってことだよね。なんで、ここで一回切ってしまうと、これ今いくつだっけ ?225? なんで、2、4、6の7、800だよね。これで打ってみよう。これ貫通しないはず。なので、このブロックにダメージが入る可能性がある。やってみよう。
わけがわからんねえ。750というのは、こいつを通り過ぎた後で750ってことか。600、660、70、675しかないっていうことなのかな、これね。もしかして。そういうことかもしれないね。これでやってみよう。これで800になったじゃん、確実に。いきます。いや、結構時間食っちゃったよね。おっと、貫通してる。2、4、6、8、絶対これ800入ってんね。貫通してる。結論から言うと、わけわからんということでよろしいでしょうか。よろしいでしょうか。わけわからんってことで、まあさすがに貫通しないっすよね。で、止められた場合のダメージは16。合ってる？合ってるね。ブロックの強度があるからな。まあそれを踏まえても、わけわからんってことで。お、これいいじゃん、これ。これいいじゃん。それ何が起きるか見てみようよ。これで最後何が起きるか見て終わりにしましょう。このブロックに被害が出るのかどうか。270なんで、ね、貫通するはずです、このブロックは。わからん。わからんということですね。はい。結論は、わからんということです。これ多分打ち抜けねえな、俺。角度がないよね。いけるか。ちょ、あれまで強化しとくか。これいきます、キリキリで。254。オッケー、わからん。わからんっす。わからんが結論です。とりあえずブロックダメージは、多分、大丈夫でしょう。特に気にするほどではなさそうです。700ダメージとか入るわけじゃないから大丈夫です。気にせず、エピダン打って大丈夫だと思います。ゾンビが一発殴る方が、相当痛いと思います。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録もお願いいたします。次回は、次回アップロードしながら何するか考えておきます。というわけで、静止画でした。